はい、ということで本日から新シリーズ、よさこいチームを紹介していただくっていうこのシリーズですね。これは私がですね、長年こうよさこいをこう見てきた上で、まあこれがね、素晴らしいなと思ったチームですとか、昔過去あったチームを紹介させていただくというシリーズになっております。本日第1回はですね、1996年、よさこいソーラン祭り第5回よさこいソーラン祭りで、準大賞、翌年1997年、大賞を第6回よさこいソーラン大賞を取りました。あら、これって4プラを紹介させていただきたいと思います。第5回の1996年に行われた、よさこいソーラン祭りは JAL 極楽とんぼさんというチームが大賞を取っています。で、準大賞に平岸天神さん、なんとこの時代から平岸天神さんが強かったんですよね。で、そのあらこれさんがなんと準大賞ということで、これまた素晴らしい。そしてその翌年はなんと平岸天神とですね、当時ですね、平岸天神と対を成していた、三石鳴子会というチームがあったんですね。三石鳴子会、JAL 極楽とんぼ、あらこれって4プラ、これはね、当時平岸天神さんの完全なライバルでした。その時のあらこれって4プラでございます。それではですね、動画の方をご覧いただきたいと思います。こちら1997年大賞の演舞ではございませんけどね、その辺ちょっとご了承いただきたいと思います。はい、今年もあらこれは帰ってきました。皆さん応援よろしくお願いします。では踊り子さん行きましょうか。
い、ということでご覧いただきましてありがとうございます。大賞を取った97年の演技ではなく、ちょっと2001年のですね、ファイナルでのこう、まあ、演出だったんですけども、この2001年ですね、なんと残念ながら平岸天司さんがですね、準大賞でもなければ大賞でもないんですよね。この2001年に大賞を取ったのは、パスキー&北海道医療大学ということで、なんと大学生チームが初の受賞ですね。その後大学生チームといいますとね、2013年の壱岐北海学園大学というチームが、大賞を取っています。まあ、たまに北海道大学園さんとかね、大学生チームが、準大賞を取るということがあったんですけども、そして準大賞の石狩流星会というですね、こちらまた初めてのチームが準大賞に選ばれております。そして、ファイナルに進出すればですね、久しぶりにアラコレがですね、なんと、ファイナルで進出を果たしているということでね、アラコレさんの素晴らしさというのが、見えて取れるんじゃないでしょうか。ということで本日まで、本日もご視聴いただきありがとうございます。次回もですね、こちら紹介させていただくシリーズ、まあ、ご視聴していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 you